こんにちは。皆さん、歴史チャンネルへようこそ。今回の動画は、江戸時代の始まり、長きにわたり江戸時代の基盤を作った徳川家康の政治と江戸時代初期の国内外の情勢というテーマでお届けします。皆さんご存知の通り、江戸時代は徳川政権が約265年と長く続いた時代です。江戸時代は他の呼称として徳川時代、徳川日本、旧幕時代、藩政時代などと呼ばれたりします。そんな江戸時代の中の初期徳川政権について解説していきます。江戸時代の始まり。豊臣秀吉の死後、1600年の関ヶ原の戦いを経て、徳川家康は天下人となりました。その後、徳川家康は征夷大将軍に任命されて、江戸、現在の東京に江戸幕府を開きました。このような歴史の流れで江戸時代が始まったのでした。では、江戸時代初期の政治はどのように行われていたのでしょうか。1603年に徳川家康は朝廷から征夷大将軍に任命されました。このことによって、今までは他の大名と同列の地位だった徳川家が他の大名の上に立つ存在となりました。当時、豊臣家は上の地位に位置づけられていましたが、豊臣家当主の秀頼はまだ子供であったために政治を行うことはできませんでした。そうなってくると政治の実権は徳川家康が握るということになります。しかし、この構図はいくら現段階で家康が実権を握っていても、もしも自分が死んだら政治の実権を豊臣家に奪い返されるということを意味していました。つまり、この段階では徳川家が安泰とは言えないのです。この状況に危機感を抱いた家康は手を打ちました。将軍に就任してわずか2年足らずで、息子の秀忠に将軍職を譲ったのでした。これは何を意味しているのでしょう。これは、将軍職を息子に譲ることで、もし家康が死んだとしても政治の実権は秀忠へと移るだけ、つまり徳川家が天下人を世襲していくということを世に示す意味があったのでした。二代将軍、徳川秀忠。二代将軍、徳川秀忠について簡単に解説しておくと、父である初代将軍、徳川家康の陰に隠れてしまい、存在感の薄い武将とも言われています。関ヶ原の戦いの際には、秀忠は中山道を通って決戦に向かいましたが、途中で真田昌幸の妨害に遭ってしまいます。真田昌幸を無視し、関ヶ原へ行くという選択肢もあったはずですが、ここで秀忠は相手の術中にはまってしまい、関ヶ原の戦いには間に合いませんでした。この徳川秀忠の失態に対し、徳川家康は相当腹を立てたと言われており、あまりの怒りで徳川家康は徳川秀忠との面会を拒絶するほどでした。数日後に、徳川家康の家臣の説得によって、ようやく徳川秀忠は徳川家康と面会の機会を得ることとなります。また、この失態は徳川家康の機嫌を悪化させただけでなく、徳川秀忠にとって既定路線であった将軍後継者としての地位までも失う可能性を生み出してしまいました。実際、関ヶ原の戦い後に徳川家康が重臣らにどの息子に家督を譲ったらよいかと意見を求めたとする記録が残っているのです。他にも秀忠といえば奥さんも有名です。秀忠の奥さんは数原因と呼ばれる女性で、一般にはおぼうという名前で知られています。おぼうはなかなか激しい性格で、秀忠が側室に子供を産ませるのを許さなかったと言われています。ドラマや小説では鬼嫁のような描かれ方をされることが多いのは、激しい性格を表しているのでしょうね。家康から将軍職を譲られた秀忠ですが、将軍となったからといって政治の実権が秀忠に移ったわけではありませんでした。政治の実権はあくまでも家康が持ち続けたのでした。この当時は、父家康が駿府、現在の静岡に住み、息子秀忠が江戸、現在の東京に住んでいました。
このように、秀忠に将軍職を任せ、家康がさらに上の存在である大御所として離れた場所から政治を行っていたのでした。このような政治の形式を二元政治と呼びます。ちなみにこの家康と秀忠の下で活躍したのが本多正信と本多正純の親子でした。家康はこの本多親子を通じて秀忠に命令を出し政治を行っていたとされています。江戸時代初期の国内政策、この当時の国内政策について見ていきましょう。まずは都市支配についてです。初期の徳川政権が直接支配した地域は秀忠が住む江戸や家康が住む駿府、朝廷の拠点である京都、家康が駿府に移る前に住んでいた政治の拠点だった伏見、他には商業の中心地である堺、かつての都である奈良、伊勢神宮の門前町がある伊勢山田、国際貿易都市である長崎などが挙げられます。このように初期徳川政権は日本中の重要な場所を直接支配したのでした。さてそれらの地域の中でも特に注目しておきたいのが京都です。家康はこの当時京都に城を造営しました。とても有名な二条城です。この城は京都を守るという目的や家康が京都にいる時に宿にするという目的で作られたものでした。それでは農村の支配についてどうだったのでしょう。これに関しては豊臣秀吉と徳川家康を比べながら見ていきます。まず豊臣政権の農村支配は全国に対して百姓はその土地に縛られ、そこで田畑を耕すことに専念しなければなりませんでしたが、徳川政権では基本的に各地の支配はその地の各大名に委ねられていました。つまりそれぞれの地域にそれぞれの殿様がいて、その殿様が地域を支配しているという状況だったのです。江戸時代初期の国内政治動向、この当時は徳川家が力を持つのか、それとも豊臣家が力を取り戻すのかという二つの家の間で権力が揺れ動いた時期でした。このような情勢の中、朝廷はこの構図にどのように対応していたのでしょうか。実は当時の公家たちは評判が悪く、朝廷内部の風紀が乱れていたのでした。そのような朝廷に対し家康は徐々に圧力をかけていき、朝廷への影響力を強めていきました。次へと天皇が変わっても何一つ変わらず、公家の評判は悪いままでした。これはまずいと考えた家康は公家の風紀を正すべく公家たち大将の掟を定めました。これが公家諸法度です。内容は、公家は自分の家の学問に励むべき、この虎を守らなければ流罪にする、その処罰は武家が執行するという内容でした。こうして幕府は朝廷に対して干渉するようになり、公家の統制を行い始めたのでした。江戸時代初期の国外政治動向、次は国外に目を向けてみましょう。当時は沖縄は琉球、北海道は蝦夷と呼ばれていて国外扱いされていました。家康はこれらを従えることによって徳川政権の権威づけに利用しました。外国も徳川家に従っているという状況を作り上げたのでした。特に琉球については明との交易を再開したかった家康にとって重要な場所でした。当時琉球は明から作法、つまり明に侵入していたため、家康は琉球を経由して日明関係を改善しようとしたのでした。しかしこの作戦は琉球王国が仲介役となることを拒否したことから失敗に終わりました。結局は島津氏が幕府の了解を得て琉球へと侵攻し、琉球王国を降伏させました。しかしこのことが明としてはさらに日本を警戒するようになってしまいました。こうして日明関係は改善されず、国交復活には至りませんでした。しかし秀吉の朝鮮出兵以来、関係が悪化していた朝鮮とは講和を結ぶことができています。江戸時代初期の国外政策、
江戸時代の国外政策と聞いて鎖国の印象が強い方も多いと思います。その前段階ともいえるキリシタン禁令について見ていきます。前に解説した家康の側近である本多正純には家臣の岡本大八という人物がいました。つまり家康の部下の部下にあたります。岡本大八には有馬晴信という友がいたのですが、有馬晴信は岡本大八に対して、敵を倒したから褒美をもらってきてくれ、これは上司に取り次いでもらう手数料だと言ってお金を渡していました。有馬晴信は岡本大八から家康の手紙をもらうことに成功しますが、いつまで経っても褒美がもらえませんでした。これに不審に思った晴信は岡本大八の上司である本多正純に直接手紙を送ったところ、そんな話は知らないと言われてしまいました。このことはどういうことかというと、岡本大八が家康の手紙を偽造して有馬晴信からお金を巻き上げていたのです。こうして岡本大八と有馬晴信は裁判に突入しましたが、晴信を逆恨みした大八は晴信を道連れにしようとして、晴信は以前家康のお気に入りの人物を暗殺しようとしたことをバラしてしまいます。実際嘘はなく、この密告は事実だったらしく、結局この裁判は有馬晴信が切腹、岡本大八が火炙りとなり決着したのでした。実はこの二人はキリシタンでした。もともとキリスト教をよく思っていなかった家康は、二人がキリシタンだからこのような悪事をするのだと考え、日本全国にキリスト教を禁止する命令を出したのです。ここから江戸時代のキリスト教弾圧が始まっていったのでした。最後に、皆さんが知っている江戸時代と比べてどこまで当てはまっていましたか？この江戸時代初期で重要なことは、徳川家と豊臣家どちらが天下を取るかはこの段階では分かっていなかったということです。この状況を打破しようと、徳川家が豊臣家に対して下につくよう迫りましたが、豊臣家がそれを拒否します。そしてこのことが引き金となり、その後大阪冬の陣という戦いが起こるのでした。そして皆さんが江戸時代の始まり、長きにわたり江戸時代の基盤を作った徳川家康の政治と江戸時代初期の国内外の情勢を見て、少しでも面白いと思っていただけたらとても嬉しく思います。さらに魅力的な歴史の物語もお届けいたしますので、どうぞお楽しみに。高評価とチャンネル登録をお願いします。皆さんの応援が動画を作る励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。